トゥラララン。はい、毎度お越しやすトゥララン。アダッカやトゥララランのアダッカを作らない職人、承知でございます。いや、暑いなぁ。もうアロハやがな。もうアロハですわ。ほんまに。ま、そんなわけで、暑い夏が始まりましたけどね。いよいよ本番っていう感じですね。梅雨も明けたみたいです。遅いわ、梅雨明けんの。今年。連日35度超えとかさ、夜になっても25度超えとかね。もうおかしいよね。もう外出ないようにしましょうね、ほんま。はい、みんなの掲示板第66回です。この企画はですね、皆様から、皆様ってまあ誰でもなんですけど、見てくださってる方から、写真、写真作品、それから文章なんかを寄せいただいて、皆さんがどんな風に、暮らしてるんかなっていうのを垣間見れる掲示板っていう感じかな。僕はね、このみんなの掲示板っていうのを立ち上げときながら、なんかこの掲示板の定義付けみたいなのにちょっと迷ってたところあるんですけど、なんかご報告会みたいなのに近いかなと思ってます。1週間のね、こんなことありました、こんな風に過ごしましたっていう。まあ僕、絵のチャンネルをやってるので、絵に特化したチャンネルということで、なんか絵を送ってくださる方が多いんですけど、まあどんな形でもいいんじゃないかなと。なんかまあ週1ね、週末に楽しめるひとときっていう感じでね、井戸端会議的に、覗きに来てくださったらね噛んでるな今日もいいかなと思います。はい、皆さんのその投稿のみで成り立ってる企画ですので、皆さんでもね、ほんまね、たくさんね、いただいてね、毎週ようこんな投稿することがあるなっていうぐらいね、ほんとこう関心の意味でですよ、すごいなと思ってね、その感謝の意味を込めてですね、グッドボタン、高評価をしてくださったらありがたいです。コメントでもね、たくさん、これから出てくる投稿に、なんかね、感想とか、質問とかお寄せくださったらより盛り上がっていいかなと思います。はい、それでは第66回みんなの掲示板始めましょう。第1投稿目はこちらの方です。じゃじゃん、けいこさんからの投稿です。ありがとうございます。ねえ、暑いですね、本当に。あ、災害級レベルの大雨が降る地域に住んでおられるということで、毎年心痛めてしまう。その自分がそう被災しなくても、周りのそのね、近しい方がそうなってしまったり、近しくなくてもなんか同じ地域の方がね、被害被るってすごい心痛いですよね。はい、今回もですね、桔梗の花を木斎が描いてくださいました。去年投稿したものとは違う作品ということで、ありがとうございます。この時期になるとね、いい花ですよね。うちもね、育ててるんですけど、うちのやつはね、すごいね、なんかたくましすぎて、桔梗ってなんかこうもっと、なんか弱々しい感じのイメージがあったんですけど、たくましいですね、あいつはね。僕も大好きな花です。毎日暑いが続きますがね、ご自愛ください。ありがとうございます。もうほんとね、皆さんで気をつけましょうね、この夏は。はい、というわけで作品見てみましょう。わー、綺麗、美しい。前回もね、このような構図で描いてくださったんですけど、この月がね、面白いですよね。丸いなんか蓋みたいなもので。伏せておいて、こう網ぼかしかな、これシャシャーってやるとね、くまどられて月が出ます。で、木斎画でね、描かれてる桔梗もすごい端正な筆使いでね、なんかこう桔梗に合った描き方かなと思ってます。一つ一つがね、端正なんですよ、筆使いが。荒っぽさがないっていうかね、なんかすごいいい感じ。まだ夏ですけどね、こう秋を感じさせてくださいますよね、この作品には。はい、けいこさんもう一枚送ってくださってます。次はですね、先ほどの桔梗なんですけども、墨だけで書いてみてくださいました。ありがとうございます。反省点は彫刻が綺麗にできなかったこと。難しいですね、彫刻はね。見ましょう。じゃん、おお、いやでもなんかどっちもいいなー。僕墨はどっちもいいかな。いやもうこれも好きやな、めちゃめちゃ。彫刻ってね、難しくてね、あんまりね、ガンガンについても良くないもんだと思っていて、結構このね、こちらのね、桔梗は彫刻確かに控えめなんですけど、この方が良くないですか、なんか。結構桔梗の花って濃い色紫してるので、墨で表現するの難しいんですけどね、あえてこう薄めに表現してね、なんか清潔な感じがね、するかな。はい、というわけで、けいこさん2つの描き方でね、見せてくださいました。ありがとうございます。なんかこうやって比較検討できるのもね、なんかありがたいですよね。あ、墨で描くとこんな風になんねや、色で描くとこんな風になるんねや、みたいなね。素敵な作品ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして、ケイモクフィッシュさんからの投稿です。いつもありがとうございます。こんにちは。うわ、そうなんや。久しぶりに会った学生友達と使い気味で。まあでもね、久しぶりやって飲んでしまいますよね。気をつけてくださいね、飲みすぎには。そうですね、前回の掲示板はね、たくさん新人さんって言ったらおかしいか、新しい方がね、投稿してくださってね、嬉しかったですね。はい、今回もパステル画と透明水彩画、それぞれ投稿してくださってます。見てみましょう。はい、こちらパステル画ですね。もういつものケモグエスさんのね、世界観、こ
こちら何かを参考にされて書いてるんですかね。綺麗やな、なんかいいよね。前も言ったんかな、ケムクイシさんの作品ってね、明るいかといえば結構暗い色をいっぱい使われてるんですよ。でもね、あの全体的にね見たら明るい世界になってるのが不思議ですよね。僕もね、絵が暗くなってしまいがちなんでね、こういう風に描けたらいいなと思ってるんですよね。一個一個の花もね、ちゃんと描かれてるわけじゃなくてね、ほんま陰影を捉えてね、ハイライトと陰影をしっかり分けてることで、ああバラが咲いてるなとかね、分かるようになってるんですよね。素晴らしいです。はい、続きまして水彩画の作品ですね。場所を描きました。重ね塗りがうまくいかず汚くなってしまいました。透明水彩難しいね。難しいですよね、透明水彩ほんと難しいです。手作品見てみましょう。おお、あ、でもこれは僕ね、この芭蕉の葉っぱをすごい明るい彩度高い黄緑で残してるじゃないですか。これが正解でしたよね。で、周りがねちょっと濃いめに塗られてるんですけど、それによってよりねなんかこう光当たってる感じしますよね。その葉っぱに広いね、美しい葉っぱがね輝いてるように感じます。そう、こう明度差っていうかね、そういうのも難しいじゃないですか。透明水彩っていうのは塗り残しの技術なので、一番最初にこの明るい色を塗ったならそこは触らないことがね大事なんですけど、それがしっかりできてますよね。綺麗。はい、というわけでケモンクイシさんありがとうございました。飲み不過ぎにはねくれぐれも注意して、まあ、夏って どうしても飲みがちか、でも冬も飲むか、熱かんでねまあ飲み過ぎなければね楽しんだらいいかなと思うので、くれぐれも健康には気をつけて、楽しんでいきましょうね。はい、ケモン技師さん今回もありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして井川和之さんからの投稿です。ありがとうございます。あ、そうなんですよ、ライブをね、後で拝見ありがとうございます。嬉しいです。皆様と比べて投稿するのためらってしまってます。そんなにいいんですよ全然。まあ結構ね高評価みたいな感じやったらね、そういう気持ちになるのもわかるんですけど、皆さんのご報告、さっきも言ったんですけどねご報告の時間っていう感じに僕は捉えてるので、全然ね、もし自分よりはこれすごい人がおるなとかね、そんなんでこうなんかこうね、控えめな気持ちになってしまう気持ちもわかりますけどねもともとそういう場所じゃないんでね、全然楽しく投稿してくださったらなと思ってます。まあ、僕にだから教えてくださってるみたいな、こんな1週間過ごしましたみたいな感じでね。あ、奥様と一緒に近江八幡に行かれたんですね。いいですね。その時の景色を描いてくださいました。そう、暗く描く表現怖がる、わかります、難しいですよね。やだ、作品見てみましょう。おお、あ、でもなんかこれはね彩度高い方が楽しい絵になってるかな。僕はね、さっきも言ったんですけど、暗い絵になりがちで、自分の絵が逆にね明るく描く練習をせなあかんのかなと思ってるんですけど、絵もなんかこういろいろあってね、何がいいとか悪いとかじゃなくって、自分の好きな表現に近づけていければいいと思うので、確かに陰影とかがねあんまりつけてならっしゃらないんですけど、だからこそこうなんかね、なんていうんですかね、優しい柔らかい光を感じるような素敵な絵になってるかなと思うんですけどね。まあこればっかりね、作者の方の気持ちもありますよね。こんな風に本当は描きたかったのにって思ってるのもあるんかもしれませんね。でなんか見る側からするとね、皆さんの個性がねいっぱい光っててね、絵ってこう一方向から見た感想だけではなかなか片付けられないもんなんやなって思うんですよ。各々のこう自分ならこう描くとかねあると思うんですけど、みんながみんな一緒になってしまったら面白くないですしね。すごいね、屋形船ですかこれ、いいな。仲いいご夫婦ですよね、一緒に旅行されたりして。石垣とかがあるんですけどね、すごくうまく処理されてますよね。あまり書き込むことなく、一点透視図法がねしっかり効いたね、いい構図やと思います。絵はがきになりそうな構図ですよね。はい、井川さんもう一枚作品投稿いただいております。はい、もう一枚ね、その時の旅行シリーズで、お堀を書いていましたということで、特別な訓練はしていないのでそう、僕は特別な訓練を受けてるのでね、真夏でもね外で書きに行きますけどねありがとうございます、見てくださってて。ありがとうございます、僕のことも気を使ってくださってて、ね、でもこの時期はほんとね、冗談抜きに電報がいいと思います。もうスケッチとか危ない、暑すぎるもんだって、僕みたいな頭おかしい人はね出てたりしますけども、やめといた方がいいと思いますね本当に。今度だから僕写真をから描くっていう動画出してみようかなと思ってるんですよ。写真から描くにしてもこうなんかこう取り組む心構えとかコツとかあると思うので、その辺も語っていこうかなと思ってるんですけどね。はい、ではもう一枚の作品見てみましょう。おお、あ、今度は逆の一点透視図法ですね。先ほどは右側にあったんですけど、今度左側にね、消失点が構えられてて、
って難しいシーンですよね、これね。あの家がいっぱいあって細かいとこがいっぱいあるんですけどね、うまく省略も聞かされてると思います。結構これ絵だけ見てるとね、あの皆さん細かく描かれてるなと思うと思うんですけど、実際の写真にはもっともっと情報量多いわけですからね。これ点描風にね、あのこの草とか川を表してるのがいいなと思いました。すごいなんか光のね乱反射を感じる絵ですね。で、あの上部の空の方はあのにじみを効かせてね、一面にこう広く塗ってますし、雲もこれ塗り残してるんですね、素晴らしい。はい、竹井川さんありがとうございます。すごくね楽しいね雰囲気が伝わってきました。旅行楽しかったよなって伝わってくる絵やったので、これはね素晴らしい作品だと思います。はい、竹井川さん本日もありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてフーライブおそりゅうさんからの投稿です。いつもありがとうございます。いつも楽しく拝見してます。ありがとうございます。嬉しい。この方もいろんな表情を見せてくれます。僕そんな表情いっぱいあります？では見てみましょう。わー、出ました。もうアメリカの大スターですよね。一昔前になりますけども、まあね、この間のオードリーもそうだったんですけどね、この二人って対照的ですよね。ちょっとオードリー・ヘプバーンの良さではないんですよ。なんかこのマリリン・モンローの良さってなんなんやろね。なんかぽやーっとしてるじゃないですか。なんて言ったらいいんやろ。あのオードリー・ヘプバーンってちょっとクールでなんか知的なイメージあるんですけど、マリリン・モンローが知的じゃないとは言ってないんですけど、なんかね癒し系なんかな、癒しセクシーみたいな。例を見てみるとね、また素晴らしいデッサン力ですね。結構肌の白い方だと思うんですけどね、金髪やし、これ明度の高いもん、鉛筆で表すって難しいんですけど、しっかりあの目とかその唇とかね、大事なところをしっかり濃く描けてることで印象の薄絵になってないですよね。結構あの淡めに全体的にまとめられてると思うんですけどね、そのバランスの取り方がお上手だなと思いました。あと額の選び方がねすごく合ってますよね。はい、続きまして、次の作品です。長女にちょっと似てるのということで、作品見てみましょう。うわ、うまいな。これね僕すごくうまいなと思いました。あのこれ透明水彩で描かれてるんですけど、いろんな色をまず使えてること、人物画でね、例えばこの目のとこなんかどうですか、めっちゃ紫じゃないですか、近くで見ると。でもこれ遠くから見てね、あの全然違和感ないじゃないですか。なんかデーモン小暮みたいにさ、あのめちゃめちゃメイクしてる感じに見えない、ちゃんと影やなってわかるじゃないですか。これってね、あの前回もちょっとちらっと言ったと思うんですけど、バルールっていうのが合ってないと違和感になってしまうんですよね。ただただ紫になんかこの人どういうメイクしてんのってなってしまうんですけど、しっかりこの光がめっちゃ強く当たってるっていうのがあるから、その周りとのバルールの調和でこの紫が変に見えてない、これ素晴らしい。あとこの髪の毛の色ですね、こう緑とかピンクが入ってるんですけど、これのバルールがしっかり合ってるので、あの変に染めてるんやなって思われないですよね。ちゃんとあの金髪のね明るい髪の色が光をさんさんと受けてるっていう感じがね出てる、素晴らしい。すごいですね、この影とかもしっかり濃く落としてね。これができてないとね、あののっぺりした顔になってしまうんですけど、しっかりね影とその光の当たってるとこが対比が生きてるので立体感生まれてますよね。すごい、これはね水彩画やる上でねめちゃめちゃ参考になる一枚やなと思いました。はい、続きまして作品もう一枚送っていただいております。次女にちょっと似てるということで、娘さんに似てしまうんですね全部。はい、見てみましょう。じゃん、あー、またこちらまた違う感じで描かれてますよね、先ほどとは。またこれね煽りって言って難しいねポーズなんですけど、しっかりこう顎のねあの立体感が出てますよね。影の付け方やと思いません？だからあの立体感ってここしっかりあの塗り残してハイライト表してるから、ここからが顎につながってる稜線なんやなっていうのがね下から見ても分かりますよね。いや、影の付け方お上手だなと思います。人物のね影ってほんと難しいんですけどね、しっかり表せてるなと思いました。あと色使いがすごいな、僕こういうことできないんですけど、僕自身は黄色を入れたりねピンク入れたりしてね、違和感なく仕上げられてるのが絵として見応えあるなと思いました。はい、というわけで今回もフーライブおそりゅうさんありがとうございました。また、楽しい投稿お待ちしております。ありがとうございます。はい、続きましておやぽんさんからの投稿です。いつもありがとうございます。私の使ってる万年筆用の顔料インクですということでね、あの参考にということで、リンクを送ってくださいました。ありがとうございます。これね、あの説明欄の概要欄の方に貼っておきますのでね。そう、僕もこれね、あの前これも言われてたんですよ、プラチナのカーボンインクいいよって言って。だから次ね、あのインクも良かったので、次はねこのプラチナ次ってどんだけ買うねんって話ですけどね。なんか欲しくなってしまうやん、もういろいろなんか見てみたいからね、比較とかしたり、それでなんかハマってってしまうやな、沼にな。今度はねこれ買ってみようと思います。で、ね、僕これ調べてみたんですよ、どんなやつかなと思って。はい、こちらでした。
だいたい同じぐらいの値段ですよね。またこれ容器入ってんねんな、でもな、使い切れへんぐらい。いやでもこれ使いたいわ。カートリッジタイプもあんのかな、そっちから試してみようかな。でもなんかいろいろあるもんなんですね、顔料インクって言っても。いろんな会社によって色味とかも違うし、これは買いやな。はい、というわけで、ワヤポンさんね、ご紹介いただいてありがとうございました。万年筆はまだまだね、僕未知の世界なんでね、いろいろわからんことあったら教えてくださいね。ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてカーコさんからの投稿です。ありがとうございます。こんばんは。あ、ママさんの思い出の地巡りなぜかジンとしました。ありがとうございます。なんかね、コメントを拝見してるとですね、なんか泣いてる方もいらっしゃったりして、なんか優しい人ばっかりですよね、本当にありがとうございます。そう、やっぱりね、もううちの母もだいぶ年なんですけどね、ちっちゃい時の思い出、もうだって50年前ぐらいの思い出ですけどね、やっぱり今の時のようにね、思い出すって言ってましたね。やっぱ故郷ってそういうのがあるんでしょうね、自分の中で永遠に刻まれてるっていうか。はい、今回はね、ツラちゃんとチーピちゃんを見つけましたということで、某ホテルのディスプレイ下から2段目にいます。そう、チーピはね、あまりお魚食べないんですよね。チュールは食べますけどね。はい、では、そのね、写真、送ってくださった写真見てみましょう。あー、ほんまや。え、完全にこれうちの子ちゃん。え、これうちの子なんじゃないの。ね、このツラちゃん、模様逆やけどさ、鼻のとこに模様あるし、完全にチーピやん、これ。ねえ。これ、招き猫。いや、でも可愛いですね、これ。なんか、これ誰か作家さんの作品なんかな。めちゃめちゃ可愛い。なんか、手材指揮官がないこれ、だってこれ。なんか、既製品っていう感じしないですよね。なんか、ちゃんと作家さんが作られた感じがする。いいなぁ。うわ、もうこれ欲しい、この2つ。いやぁ、ありがとうございます。なんかでも、そうやってね、ちょっと似た猫ちゃんを、見ただけで、あ、ツラちゃんとチーピやって思ってくださるね、皆さんがほんまありがたい。もう嬉しいです、本当に。たくさんね、僕の動画も見てくださってね。もう本当ありがたい限りです。まあ、これからもね、また Vlog とともにね、日常のこともね、誰が興味あんねんかもしれませんけど、投稿していきますのでね、またよろしくお願いします。はい、というわけで、かーこさん、今回はね、素敵な可愛らしい、投稿ありがとうございました。またお待ちしております。嬉しい。はい、続きまして、すみまみれさんからの投稿です。ありがとうございます。こんにちは。あ、また Vlog つなぎを確か拝見。ありがとうございます。もう嬉しいですね。スイカの、生放送の方も、見てくださってね。ありがとうございます。ほんま感謝せなあかんね。ほんまに。あ、セミの声ね、やっとうちもね、聞こえてきました。はい。大変ですね、うるさいのは。テレビの音も聞こえにくい。そんなに嫌かなんですか？あ、でも周りにあんまり木がなかったらそこに集中しちゃうかもしれませんね。うちはね、田舎なんでね、木がいっぱいあるから、分散するんですよね、セミの声も。確かにね、都会に出た時の方が、木がないから、一曲集中してね、うるさい気がする。ね、大変ですね、本当に。はい、というわけでね、今回はね、またね、夏野菜をね、描いてくださったみたいです。ありがとうございます。じゃあ、作品見てみましょう。わー、彩りがいいですね。どっちも好き。これは、しょうちんママね、オクラ買ってきてね、食べるの忘れてて、カラカラにしてしまってましたけどね。オクラも美味しいですよね。いや、このみずみずしさすごいですよね。だから、これ、つみまみれさんのこの作品見てほしいんですけど、こう実物をね、こう見て、スケッチのように、絵手紙書かれたと思うんですけど、どうですか、この実物より美味しそうじゃないですか。これがね、作品作りやと思うんですよ。トマトもほら、実際はこんな黄色いとこあんまないんですけど、これ絵の方では黄色いところを作っておいて赤を乗せてるから、この実物のやつより美味しく感じません。なんか夏やっていう感じしますよね。オクラもなんか彩度高めになってるし、だから絵やからって言ってね、実物そのままかかんなんてわけじゃないんですよね。うん、元気パワーチャージということで、スタミナつきそうですね、これ。野菜大好きなんですよ、僕。美味しそうに描くっていうのが大事だね、こう食べるもんってね。素晴らしいと思います。はい、というわけで、すみまみれさんもね、セミに悩まされながら大変だと思いますけど、寝不足にならないようにしてくださいね。まあ、そうか、夜はなかんから大丈夫か。またセミに負けないぐらい、魂の制作を続けて、また投稿お待ちしております。ありがとうございます。はい、続きまして、ポアロとケイプラザさんからの投稿です。ありがとうございます。こんばんは。はい、今回はノーゼンカズラを、日本画の絵の具、岩絵の具で描いてくださいました。カズラって鶴のことか。そっか、カズラって鶴って書くか、漢字で。違うかな。あ、そっか、ギガさんがね。あ、すごいすごい、ギガさんにそのアップの素材用の写真撮ってくださったんや。うわ、嬉しいですね、ツイッターで。あ、そうなんや。迷ってたところをパールちゃんが亡くなったその日に筆を取ると全く迷いなくいけたと。なるほど、これはポアロの作品だと思ってます。なんか力貸してくれたんかもしれませんね。
ではではそんな、ポアロちゃんとの共作作品見てみましょう。おお、よくこの色表せましたね。ノーゼンカズラね、僕も大好きな花なんですけどね、絵に描くとするとね難しそうな気がしてね、僕まだチャレンジしてないんですよ。このね独特のなんか真夏にね燃えるようなねオレンジなんですけどね、すごいこのグラデーションとかよくできてますよね。黄色からオレンジに変わるところ、これがね綺麗なんですよ。結構ね粗めのね絵の具使われててね、岩の具って塗るの難しいんですけど、しっかりキラキラをね生かした塗り方できてて美しいですよね。このぼかしすごいいいわ、この黄色からオレンジのね移り変わっていくところ、筆をこうトントントンとね乗せて柔らかく絵の具を塗ってってるからね、こうギガさんにも感謝ですね。これ参考画像撮ってくれた5分もこれやっぱ効いてますよね。これがあることによって確かに花がくっきりしたかも。これはポアロちゃんのおかげやな。夏にねふさわしい、燃えるようなね生命力ある花、ノゼンカズラ描いてくださってありがとうございました。まあでもね辛いことがあった時にこそね、こうやって絵に救われるように、制作されてることがね素晴らしいなと思いました。まあ恩返しじゃないですけどね、辛い時にこそ頑張らなあかんこともありますからね。こうやって楽しくねお母さんがね、絵描いてくださってたらね、ポアロちゃんも喜ぶと思うので、ぜひぜひこれからも楽しんで絵描いてくださいね。はい、というわけでポアロとケープライドさんありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、ヌー劇場が始まりました今回ちょっと短めですよ。ヌーさんからの投稿です。ありがとうございます。ハミまで無事ゲットしたんじゃはい、見てみましょう。ああ、ね、呪術廻戦大好きやからね、ちゃんと言えてない。呪術廻戦ね、ヌーさん大好きやから、この五条っていうのが好きらしいですよ。ああ、かっこいいかっこいいかっこいいわ。こんな男おるわけないがな、そんなもん。こんなイケメンね、背も高くてさ、目も大きくて、ふざけんなっちゅうね。今なんかコラボかなんかしてんのかな。ハミまでなんか、あれか、買ったら購入した人限定でもらえるってやつなのかな。まあ、そらこのかっこよかったらハマってまうわな。はい、もう一枚送ってくださってます。わらび餅クリームぜんざいと黒ごま水まんじゅう。わらび餅クリームぜんざいうまかった、黒ごま水まんじゅうは普通。はい、見てみましょう。うわ、うまそう。あ、わらび餅とクリームか。なんか独特な組み合わせですよね。美味しそうやな、でも。真っ黒水まんじゅうは普通なんや。普通っていうのはよくわからんけど。美味しそうやけどね。うわー、これは食べたなるよな。これも呪術廻戦のあれなんや。ね、コラボ作品、作品というかスイーツなんや。これ買ったらもらえるんかな、なんか。はい、というわけで、呪術廻戦ファンの方ね。皆さん今、ファミマでなんか、今やってるのかわからんけど。うん。コラボグッズあるみたいなんでね、ぜひぜひ見に行ってください。はい、というわけでヌーさん本日も、楽しい推し活報告ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてシーポンラーポンチャンネルさんからの投稿です。ありがとうございます。こんにちは、こんちくわんこです。ありがとうございます。今日は悩み悩んで書かれたということで、うわー、悩みの中書こうとされることが素晴らしいと思います。紐の塗り方が失敗したって言ってますけどね。あー、そっかそっか、黒いのと白いのが混ざり合ってるんですね。確かに難しいかも。それ何かアドバイスがあったらお願いしますってことで、水彩画ならではの方法は何か、何か考えております。なるほど。じゃあちょっと作品見てみましょうか。あー、かわいい目つきかわいい。寝てるんですね、ペターっとして、かわいらしいですよね。あー、でもね、僕思ったんやけど、この描き方でいいと思ってて、僕一個ね、ちょっとアドバイスって言ったらあれですけど、僕やったらどうするかなと考えたんやけど、白いね、ところを、白っていうか、まあ、グレーっぽく塗っとくんかな。シーポンラーポンチャンネルさんのこの絵で言ったら、この、グレーのとこがちょうどいい 色合いやと思うんですけど、これを塗った後、上からね、その、黒いグレーの部分、濃いグレーっていうか、それをドライブラシ風に、ちょっとかすれを活かして、さっさっさっと履くようにすると、そのかすれた間から、下地にね、塗った明るいグレーが見えて、いい感じにまとまるかなと思って、でそれを言おうと思ったんですけど、それに近いことがもうされてますよね。こう上から濃い色を塗ることで、その塗り残したそのところが白い毛に見えるっていう、これでいいと思うんですけどね。もうちょっとだから、紐の白いとこを際立たせたかったら、もう少しこの上から塗ったグレーを濃くするとか、そういうことをするともうちょっと白が目立つかもしれませんね。まあ、確かにね、でも難しいね、この色合いは。ワンちゃんとかによってもね、その毛のね表現が難しいですよね。でもすごくね、お上手に表現されてると思います。そして理屈をね、絵画の理屈をも飲み込まれてるので、びっくりしましたね。これでいいと思うんですよ。うん、塗り重ねのこの、ね、塗り残したとこが白いとこに見える。
ね、可愛らしい表情。この表情がいいじゃないですか、これね。目も輝いてて。目が生きてますよね、ほんとね。素晴らしい。でもやっぱこう悩まれてるだけあってね、自分でね、解決法をもうほぼほぼ見つけられてるっていうのがね、すごいなと思いました。まあ、なかなかね、うまくいかないとね、辛い時もあると思うんですけど、まあ辛い時こそ休むのも大事やけども、そこを頑張ってね、書くことも大事やと思っててね。まあずっと頑張ってるとしんどいと思うんですけど、たまにはね、しんどいなと思ってる時こそね、書くっていうことも大事かもしれませんね。まあ別にね、趣味でやってる分には別にいいんですけどね。なんかこう自分が上手くなりたいなとかね、思われてる方はね、ちょっとめちゃめちゃ頑張らなあかん時もあるかもしれませんね。はい、シーポーランポンチャンネルさん、今回もね、素敵な作品ありがとうございました。なんかね、この掲示板はね、作品だけじゃなくてね、その、なんていうかな、どんな風な気持ちで書いたとかいうのも、文章でね、お伝えくださるので、なんかそうやって、あ、悩んである方もいるんやなって、一緒の気持ちでね、見れる方もいると思うし、面白いなと思うんですよね。なんかこれって別に僕が言ったわけじゃないねんけど、その作品の説明だけじゃなくて、今自分でこういう風に悩んでますとか、皆さんが自然におっしゃってくれてるので、いい、なんか企画になったなと思うんですよね。そう、いつも楽しいわけじゃないですからね、今ね、書いてると。はい、というわけでね、大変な中、書いてくださってありがとうございました。また素敵な投稿お待ちしております。はい、続きまして、アソンさんからの投稿です。ありがとうございます。こんにちは。ちょっとなんかボケがないのが寂しく感じてる今日この頃です。ヤッソンさんとかが来るかなと思ったんやけど。ねえ、暑いですよね。そう、僕の子供の頃すらなかったですよ、35度なんて。だってもう32、3度なんか行ったら、うわぁ、明日暑なんねんなっていうので話題になりましたもん。なんでこんな暑いんでしょうね。あ、夜でも窓開けてて涼しいならいいですね。ここら辺はね、窓開けても風入ってこないんでね、もうずっとクーラーですね。だな、クーラーもしんどいんで体調崩すんですよね、夏ってね。いや、もう最近野外スケッチは控えめの方がいいと思います、本当に。もう控えめっていうか、行かない方がいいと思います。さっきも言ったけど。死んでしまいますからね。あ、今回ね、以前ね、ペンで、書いた人物スケッチ珍しいですね、安野さんね。スケッチペンってあるんですか、桜さんで。それもちょっと気になる。耐水性。あ、なるほど、フェルトのペン先なんやけど、角を使えば細い線が出る。面白そう。またなんか面白いもん紹介してもらったな。どうしようかな、これ。はい、というわけでね、今回はそれで、スケッチペンで描かれた、人物画の作品です。見てみましょう。あー、ほんまや、めっちゃなんか、何やろ、木炭で描いたような面白い線出ますよね。なるほど、なるほど、幅広く使うこともできるし、細い角を使ったらこんな細い線も出るんや。ドローイングにいいですよね、これなんか。線がすごい面白い。なんか、万年筆とも違うし、木炭とも違うし、みたいな独特な線で。へぇー。いやーでも上手ですよね、ヤソンさん。人物があんま見たことない気がしたんですけどね、すごい上手。この椅子の線とか好きやわ。面白い。あとこの人物の顔の周りだけね、バックとして黒い、タッチをこう入れてることで、顔の輪郭が綺麗にね、浮き上がっててね、素晴らしいですよね。あとこの頭部のね、陰影の付け方も好きです。前に光が当たってるから、こう、後頭部の方が暗くなってね、そこを自然にかすれでね、こう、光の受け方をこう、丸い、球体じゃないですか、頭って。そこにこう、自然に光が当たってる感じをこう、塗り残してね、表されててかっこいいですよね。いいわ。これ実際に誰かモデルにされたんですかね、ご家族とか。はい、というわけで、安野さん、本日も素敵な作品、それから素敵な情報もね、教えてくださってありがとうございます。僕もまた、買うと思います。スケッチペン、桜、覚えとこ。はい、今回もありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして、キミさんからの投稿です。こんばんは、ありがとうございます。お疲れ様です。あ、キミさん自体はアイカラーメイクもチークもしてないんですが、なぜかアイカラーチークのパレットが私の元に来ました。どういうことや。誰かにプレゼントされたってことかな。なんで、使わへんからということで、お絵描きに使えるということで。あ、なるほどね。メイク道具もなんか、絵に使う方もいらっしゃいますもんね。皆様、本当に暑いのですので、ね、お体大切つつ、大切にしてくださいませ。噛んだあかんで、キミさん。ね、本当ね、皆さんで気をつけましょうね。はい、では作品見てみましょう。うわー、綺麗。これ何メイク道具なんですか？どこがこの金魚のとこかな？ですよね。なんかでも、そうか、パステルやもんね、考えたら。あ、面白いな。なんか優しい感じになるね。基本ほら、メイクって自分じゃない。人間の顔に施すもんやから、そこまできつい色じゃなくて、自然な色合いが多いと思うんですよ。それがなんか絵にね、優しさをもたらしてる気しますね。いいわ。なんかこの癒される涼しい感じもしますしね、モチーフとして。癒される画面ですね。そっか、メイク道具も作品
作る道具なんで、長材っていうか。はい、キミさんはね、もう一枚作品送ってくださってます。花火の落書きということで、ありがとうございます。落書きいってみましょう。じゃん、わあ、そっか、この黒い画面にね、これパステルかな。そう、パステルってなんか不思議やなと思うんだけど、こんな黒のね、強い画面にも明るい色が塗るっていうのが面白いですね。あー、すごいすごい、花火や打ち上がってパーンとね、弾けてる感じがしますよね。綺麗。そっか、黒の紙に描くとええんか、花火ってね。え、面白い。なんか指でシュッてやってんのかな、これ。この感じがすごい光の感じせえへんね、自然に。何回も何回もぼかしてるわけじゃなくて、ほんまにシュッてやってるだけやと思うんですけど、この自然な感じがいいですよね。光ってる感じするもんな。はい、たけきみさん、本日も、素敵な作品たちありがとうございました。またね、投稿お待ちしております。ありがとうございます。はい、続きまして、泉さんからの投稿です。ありがとうございます。こんにちは。ね、皆さん暑さ厳しい、なんかやっぱり、ね、全国的にやばいんですね、暑さね。楽しい動画ありがとうございます。いや、もうこちらこそです、見てくださってありがとうございます。あ、すごい、家庭菜園されてるんですね、旦那さん。素晴らしい力作です。ということで、収穫されたやつを水彩色鉛筆で描いてくださいました。実物よりさ、かなり詐欺師漂ってます。ありがとうございます。ではでは、作品見てみましょう。おお、すげえ。あ、チーピも描いてよかった。チータンちょうどおった。チータン、ほら見て、描いてくれてるで、ほら、ありがとうございますって。ほら、チータン、ありがとうございますわ。あ、言わへん顔なってる。チータンって、はい、今言いましたからね、ありがとうございますって言ったな。チータン、よかったな、描いてもって皆さんに、嬉しいな。いやー、でもね、このね、作品素晴らしいと思います。いや、このさ、いや、これ家庭菜園された野菜なんですよね。確かに形がね、いろいろな出て個性的やなと思うんですけど、美味しそう。あのね、トマトだけはね、僕スーパーのやつダメなんですよ。食べてるけど、やっぱね、僕の中ではね、あのおばあちゃんがね、畑で育ててたトマトがトマトなんですよ。全然味違うね。田舎のトマトね、ちょっと食べてほしい。田舎っていうか、そのほんまに手作りで育てたやつ、ほんまにね、美味しいんですよ。まあ、トマト嫌いな方からすると、トマトの嫌いな部分が凝縮された味やと思うのでね、おすすめしないんですけど、ほんまに美味しいんですよ。うん、でね、あの、このね、旦那さんが一生懸命手塩にかけて育てた野菜をね、水彩で描かれてるんですけどね、お上手ですよね。あのね、色としてはね、あの緑、青、赤ぐらいしか使ってないように見えるんですけど、いろんなところにテクニックがね、施されてて、あの、この色鉛筆なんですけど、これ溶かしてね、あの水彩っぽくできるのが水彩色鉛筆の特徴やと思うんですけど、うまくね、その色鉛筆の感じを残しつつ、このバッグとかね、しっかり溶かしてね、縁取るように描かれてたり、ちょっと白を残すことでね、あのアウトライン強調されてたりね、トマトの陰影とかもよく見られてますよね。そのとこんな色なんですよ、ちょっと茶色い紫っていうか、これでなんか丸っとしてる立体感がすごい出てますよね。ピーマンの方もみずみずしさがね、伝わってきます。なんかプチッと弾けそうやもん、みずみずしい感じ。ありがとうございます。ほんで、チーピですよ、チーピ。いやー、嬉しいわ、ありがとう。これデジタルで描かれたんかな、ちょっとデジタルっぽくない？めちゃめちゃ、これも詐欺師漂ってますよ、これ。こんな可愛いことないでしょ、今のチーピ見つめると分かると思うんですけど。ありがとうございます、嬉しい。これもちょっと保存させてもらおう。大切にさせてもらいますね、ありがとうございます。はい、たけ、今回ね、素敵な、作品、1枚にまとめてくださったりしてね、ありがとうございました。旦那様にもね、美味しい、美味しそうな野菜やったってね、お伝えくださいね。食べてしまったらね、なくなりますけどね、こうやって絵に残すと残りますからね。嬉しいんちゃうかな、旦那さんも。はい、というわけで、本日も、本日も素敵な投稿してくださってありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして、眠たいばばさんからの投稿です。ありがとうございます。こんにちは。毎日むち暑いですね。皆さんから暑いの報告をね、いただいてね。もうほんま大変やな。もう皆さん大変なんや。柔らかい感じの絵を描きたかったので、どよりした色になってしまいました。雨のせいにしておきます。はい。どんな作品を送ってくださったんでしょうか。見てみましょう。あー、でも、全然どよりな感じしないことないですか。めちゃめちゃ柔らかい雰囲気感じますけどね。あー、なんか夏らしい。割れ木工かな、これ。割れ木工と、ひまわりと、アジサイ。いいですね、夏っぽいモチーフで。全然なんかどよりした感じしないんですけどね。僕ならもっとね、濃く塗ってしまってると思うんですよ。こう優しい雰囲気の絵描くの僕苦手でね、すごくお上手ですね。あ、実際もたくさん花びらあんねんけど、丁寧にね、描かれてますね。
でもこれ見てください、これ球体を表すのに左側はちょっとね書き込みを強めにして色も濃くしていって、徐々にこう右に行くにつれて薄くしてね書き込みも少なくしていく、このこれの技法によってこう丸い奥行きをこうね回り込みっていうかな、表現できたのがすごいなと思いました。あとこのねひまわりのこの彩色、僕やったらもっと黄色をね鮮烈に描いてしまうんですけどね、この色合いですね、このクリーム色っぽい茶色っぽいこの影でね、しっかり一枚一枚分けられてますしね、こうやって描くとね周り全体感がね崩れてしまうこともあるんですけど、ちゃんと全体にも目を配って描かれてるんやなっていうのが分かりますよね。変になんか悪目立ちしてるとこがないんですよ、全部こう密度をしっかり平均化させて描かれてるので、いや素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。夏らしい優しい絵ね、夏らしい絵っていうとなんかこう爽やかでねカツンとした日差しを感じるような絵が多いんですけど、こうやって優しい夏もあるんやなっていうのをね思いました。眠たいババアさん本日もありがとうございました。素敵な作品、またねこの夏をね頑張って乗り切りながら素敵な作品投稿してくださいね。ありがとうございました。またお待ちしております。はい、続きまして山田さんからの投稿です。ありがとうございます。こんにちは。暑い激しい暑さですね。いやもうスケッチダメですよね、ほんとね。うん、早朝か夕暮れ時にするのがいい。まあ確かにね、でも夕暮れ時も暑いし、早朝もね、なんかなんや言うて火出てきて暑くないですか。ほんまになんか6時とか5時とか6時ぐらいのレベルやったらまだ大丈夫かもしれませんけどね。まあまあこの時期はまあ無理せん方がいいんじゃないかなと思いますね、ほんとね。うん、と涼しくなるの待ちましょうか、だからスケッチはね。はい、ということで何を書いてくださったかというと、そっか、かぼちゃシリーズ続いてたんですね。すごい、なんかゆりかごから墓場までやないけど、なんか生まれたばっかりの花とね実をつけたところと最後は料理になって終わっていくという、今回ね煮付けをね書いてくださいました。ありがとうございます。毎日食卓でもすごい健康的でいいですね。かぼちゃ毎日食べて食物繊維バッチリ、ビタミンもあるし。はい、では作品見てみましょう。うわー美味しそう、めっちゃ美味しそう。ちょっと待って、まず料理の方に目いってしまいましたね。これ奥様が料理されてるのかな。いや美味しそうやわ、ほろっ となんかねとろけそうですね。でこれがこちらの作品になってます。うわーこっちもいいですね、この色、このかぼちゃの色やな、めちゃめちゃ色作りがね山谷さんお上手ですよね。パッと見てね色を作るって難しいんですけどね、非常にしっかりかぼちゃの色になってます。この皮の部分もね、この微妙なこの黒緑っていうか、これもお上手やし、塗り方はね変にコテコテ塗ってない、これがね僕の好きな表現なんですよね。しっかり面として捉えてるところもあるし、変にグラデーションばっかりに頼ってない、素晴らしいと思います。しっかりそしてこうやってね食べる前に描くっていうのがねすごいなと思いました。デッサン力も終わりですしね。そうですね、なんか夏場は別にだから外に出て野外でねスケッチせんなんてわけじゃなくて、こうやって家の中でもね実物を目の前にして描けるもんっていっぱいあると思うのでね、山谷さんを見習っていろんなモチーフを、実物を見て描きたいですよね。はい、今回も山谷さんありがとうございました。もうね山谷さんがねお近くに行ったらねほんまにお裾分けに上がりたいぐらいお裾分けに上がりたい、僕がお裾分けられる側でね、かぼちゃ欲しいです本当に。はい、素敵な作品今回もありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてパルゴンさんからの投稿です。ありがとうございます。こんにちは。わ、お芋でスイカを作りました。どういうことだろう。あ、なるほど、芋版って昔ありましたよね。やった。あ、しかもジャガイモなんや。僕の時はねあれでやった、さつまいもでね芋版って、なんか小学校でやったのかな、あれ作った気がしましたけど。あ、顔はペンで描かれたんですね。ではでは、その作品見てみましょう。 お芋でスイカ、じゃん。おーすげー、スイカ、あ、ちょっと待って。これはもしや、水分取りなはれや。この顔は、おやおや、了解。絶対そうやん、これ。いや、ありがとうございます。細川家、水分補給エズナッツ。ありがとうございます。いや、これ G もうまい。いや、なんか、面白いな。一個の版でね、こうやっていっぱい押してんのに、なんか付き方が違うのが面白いですよね。可愛らしい。種もこれ後で描かれてるのかな。いや、ありがとう。これも大事に保存させてもらいますね。ありがとうございます。嬉しい。絶対この小中ママの了解っていうのさ、何も考えてなくって言ってる時の了解ですよね。ようあるんですよ。はいはいとか言ってるんですけどね、言ってるだけでね、ちゃんと内容を聞いてないんですよ。その時の了解やな、これは。
いや、デザインセンスも素敵ですね。この下の方にスパッタリングがあることでね、ちょっとなんかスパイス効いてますしね。いや、ありがとうございます。スイカちょっと食べなあかんな。まだ食べてないから今年は。はい、愛あふれる作品ありがとうございました。ホルモンさん、いつもありがとうございます。本当にね、これ大事に保存させてもらいますね。ありがとうございました。また素敵な投稿お待ちしております。はい、続きまして5歳の手前まいちゃんさんからの投稿です。ありがとうございます。いつも、あ、こんにちは、まいちゃんで、ありがとうございます。あ、保育園で作ったアジサイ、すごい。アジサイの名前バーバーに教えてもらったんや。あ、そっか、アジサイっていろいろなね種類ありますもんね。あ、そっか、道に咲いてるアジサイ、そうか、アジサイっていろんなとこに咲くっていうのが分からへんかったよね。そう、いっぱいいろんなとこに花って咲くんだよ。いいですね、バーバー、小さい花も一生懸命に咲いてるね。踏んだりしないように気をつけてあげようねと言いました。舞ちゃんもこれからお花を踏まないように気をつけるね。いやー、優しいわ舞ちゃん、優しい。そやね、確かに全部生きてるんやもんね。ちっちゃい虫だって一生懸命生きてる僕らと同じ命やからね。しょちんお兄さんもね、今日ね、お風呂入れるときにね、あのお風呂の中に虫がおったからね、虫さんおったから、お湯入れたら溺れて死んじゃうやろなと思ってね、指にね、あの乗せてね、すくい出してあげたよ。虫嫌やけどね、虫嫌いやけど、しょちんお兄さんはすぐにポイってしたけどはい、じゃあ今日はまいちゃんのね、幼稚園で作ったアジサイです。見てみましょう。おー、かわいい。あ、そういうことか。花はあれや、折り紙みたいなんで作ったんや。え、これ何、自分で折ったのかな。すごーい、かわいい。で、このカタツムリがめちゃめちゃかわいいやん。見てよこれ、めちゃめちゃお上手ですよね。でもね、舞ちゃんね、まだ5歳やで、すごいかわいい。雨の日ってね、気持ちがね暗くなりがちやけどね、舞ちゃんのね明るい楽しい絵にね、気持ち明るくなった。ありがとう。カエルも可愛いな、これ。カエル見て、ほら。めちゃめちゃ可愛い。この手足がこう良くない？こうやってて。でもよう見てるね。お上手な子やなと思いました。カタツムリの形とかもね、しっかり描けてるからね。すごい。アジサイも可愛いしね。はい、たけまいちゃん、今日もありがとうございました。これを見てくれてるみんなもね、まいちゃんの絵ね、楽しみに待ってるのでね、また送ってくださいね。はい、ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きましてレモングラス07さんからの投稿です。ありがとうございます。こんにちは。今回は私の猫を木彩画で描いてみました。私の猫っていいですよね。なんだろう、なんかあの海外の人が送ってくる文章みたい。私の猫。想像でね、あのレモングラスさん、あの頭の中で猫を飼われてるんですよ。杉名とビワです、よろしくお願いしますということで、作品見てみましょう。わー、ようけ描いたな。すごい、木彩画でね描いてくださってます。あ、これにじむ紙に描いてるんや、面白い。なんかこの黒猫やけどさ、この青とかが入ってるのがいいですよね。ちょっとこうにじんで外に出てるんですけど、輪郭から。これがまた面白い。このポーズ好きやけど、なんなんよねこれね。イヤミさんのシェーみたいな。歩いてるのかな、これ。踊ってるのかな。うん、面白いな、レモングラスワールド炸裂やな。この四つ葉のクローバー持ってるのもなんかいいよね。はい、レモグラさん、また送ってくださってます。2枚目、杉納とびわ。あ、超ここが顔料ね、あの買われたみたいですね。あ、なるほどね。透明水彩キットパスと木彩が帰ってきました。どれも面白い素材でした。そして自分の猫がいるのは楽しいですよ。自分の猫がいるって、まあ楽しいね、確かに自分の猫がいるのは。うん、僕もチーピーでだいぶ遊んでるからね。はい、では A 作見てみましょう。あー、怖い。こっちも怖いね。え、何が杉納とびわやったっけ。ちょっと待って、黒猫が何やった。あ、これが醤油か。そうかそうか、黒いから醤油や。で、杉菜とビワか。なるほどなるほど。この黄色い線は何やの、遊んでんのかな。このかわいい、なんかツラちゃんの寝てる時を思い出すわ。でも描き方がなんかいいっすよね。あの色がさ、黒じゃなくて青を入ってたりさ、黄色が入ってたりね。レモングラスさんのこの色使いすごい参考なのね。黒を黒で表してないとこが面白い。自分の猫がいるのは楽しいですよ。はい、じゃあ次の作品見てみましょう。じゃん、リキュー頑張れということでね。これ分かる人にしか分からんかもしれませんけどね、お前、僕も思ってます。リキュー頑張って、ほんまにほんまに頑張ってほしい。わー、かわいい。そう、これリキューズくんっていうね、お馬ちゃんがね今頑張ってるんですよ。なあ、お前頑張ってほしいな。こうやってみんなに愛されてんねんからね。ほんまや、これリキューの顔やわ。なあ、これ喜ぶで。この子のね、この口んとこめっちゃ似てるわ。なあ、お前頑張ってほしいね。みんなから愛されてるから大丈夫や。うん、はい、というわけでレモングラスさん、本日も作品たくさん送ってくださってありがとうございました。また投稿お待ちしております。リキュー頑張れ。
はい、続きましてカズさんからの投稿です。ありがとうございます。こんばんは。うわ、連日の猛暑、やっぱそうなんやね。どこもそうやわ。ほんと早く秋が来ないかな。僕もそう思います。秋大好きやからもうねえ、暑いの大変。あ、今回一度書き上げたやつにまたね、修正して加筆した作品ってことかな。夕霧にむせぶ街灯、いいですね、かっこいい。背景はハルモニアで描かれて、彩色は透明水彩。なるほど。ではでは絵作見てみましょう。おお、確かに確かに、これ霧に霞んでる感じが出てる、すごく。え、この霧の表現は何でやられてんの。これ透明水彩なのかな。え、なんか独特の絵の具じゃないですかこれ。塗った上から、一回塗った上からまた違う絵の具をかけられてんねや。うわ、霧や、すごい。霧の表現をどこまで描くか、確かにね、あんまり描きすぎたらね、下地が潰れてしまうと思うんですけどね。もしかしたらこれあれか、アクリル絵の具で描かれてるのかな、上から。面白い。でもね、ほんとね、霧にけぶってる感じしますよ。これ面白い表現ですね。そう、この街灯がまたね、ここだけ光ってる感じがしていいじゃないですか、ね、これ効いてますよね。ここだけしっかり描かれてるからね、すごいドラマチックな作品になってると思います。ね、いろんな色が入ってね、ハルモニアの効果も相まっておしゃれな風景になってますよね。はい、竹井和さん、本日もありがとうございました。素敵な作品。もうね、暑さにね、本当もう嫌になりますけどね、頑張って乗り切っていきましょうね。はい、本日も素敵な作品ありがとうございました。また投稿お待ちしております。はい、続きまして岩西絵師ポキチさんからの投稿です。ありがとうございます。ゆうた、どうもどうもこんにちは。一週間お疲れ様です。ねえ、ほんと体調はね、まあかろうじて崩してませんけどね。そうそう、クーラーばっかりやってるとね、ほんと体調崩しますからね。ちゃんと対策されてるのすごい。あ、そうか、10月にね、参加予定の展示会があるんですもんね。1年に1回か2回ぐらい展示会に参加しようと決めました。おー、いいですね。でもなんかこうやって公にね、皆さんに見てもらう機会を作っとくっていうのはいいことだと思います。うん。今回は大正ロマン。マジですか。わー、いいな。悲しみを残された時代だと思ってます。あー、ちょっとわかる。僕なんかね、明治大正時代をね、見てるとね、すごい僕ってその時の人やなっていう感じがするんですよ。なんかわからん、前世の記憶かなんかわからんねんけど、すごい懐かしい感じするんですよね。漱石の小説とか読んでると、ああ、この時代の人間や僕って思ってしまうんですよ。ねえ、なんかいいですよね。あ、生きていたかったけど生きれなかった未来のために散っていった命、その最後の瞬間を写真に残した。あ、そのイメージでね、作品を作ってくださったみたいです。わあ、いいですね、かっこいい。展示会のやつもね、また、近くなってきたら言ってくださいね、掲示板で。はい、ではでは、作品見てみましょう。じゃん。おお、あ、確かになんかポキさんのいつもの絵よりもよりなんかノスタルジックっていうか、大正ロマンの感じ出てるね。なんかいろいろなことを想像できる作品ですよね。ほんま写真みたいな感じやわ。なんかちょっと心なしか寂しそうな目してますよね。あ、でもこの子もやっぱり獣なんですね。耳が生えてた。なんかいろんな思いを作品にされてるのが素晴らしいなと思いました。コンセプトがしっかりしてるっていうか。ね。ポキさんもね、またこれから展示会の作品とか頑張っていかれるようなので、ぜひぜひ Twitter とか YouTube もね、されてるので応援してくださいね。はい、タゲポキさん、本日も素敵な投稿してくださってありがとうございました。またお待ちしております。ありがとうございます。はい、続きまして、ココのお姉ちゃんさんからの投稿です。ありがとうございます。こんばんは。あ、そっか、再就職されてて、お休みの貴重な日曜日は水槽の水換えが必要になってしまう。そう、僕もね、今は飼ってないんですけど、昔ね、水槽でね、飼ってた時は大変だったんですよ。掃除がね。あ、めちゃめちゃね、室内に3つ、屋外に4つ。それは大変よ。あ、そうか、でもお世話しながら癒されてるやんからいいですよね。確かに確かに。僕もアクアリウム好きなんですよ。あ、掲示板見てくださってありがとうございます。嬉しい。トゥララーンの動画、私の一日の疲れを癒してくれる時間となってます。もうめちゃめちゃ嬉しいなぁ。もうどうしよう。それがね、僕の癒しになってます。本当に。モチベーションにもなってますしね。ありがとうございます。で、今回はね、そのね、アクアリウムのうちからね、一つのね、写真で紹介してくださるみたいです。行きましょう。うわぁ、めっちゃ綺麗にされてる。すごい。うわ、これ水草もちゃんと、ね、手入れされてるんや。この水草の手入れも大変なんですよ。枯れたとこ切ったりね。伸びてきたとこをまた切り戻したり。すごい綺麗。結構こだわられてるんですね。こう CO2 とかも添加されたりするんかな。結構こだわると大変なんですよ、アクアリウムって。綺麗。これ赤ヒレかな。赤ヒレじゃないんかな、これ。僕もね、昔ね、赤ヒレ飼ってたんですよ。うわー、綺麗綺麗。僕もやりたくなってくんな、これ見てると。そう、なんか癒されますね、ずっと見てるとね。めっちゃわかります。でも大変なんやな、掃除がな。
はい、というわけでここのお姉ちゃんさん、素敵な紹介してくださってありがとうございました。なんかこうやってね、自分の癒しスペースみたいなのもね、紹介してくださったら面白いですよね。夏になんかこう涼しい感じやし。また投稿待ちしております。ありがとうございます。はい、第66回、最後の間違えたみんなの掲示板第66回、最後の投稿は雪月花粉さんからの投稿です。ありがとうございます。あ、今回動画を送ってくださいました。ありがとうございます。そうそう、去年こちゃんね、なるちゃん、お、すごい、その大きさがよくわかる動画が撮れた、嬉しい、見たい。あ、そっか、左側に映ってるボンちゃんも大きめやのに、それと比べてもまあバカでかいという、楽しみですね。ちょっとでっかい猫ちゃん僕好きなんですよ。あ、そうね、この大きさで気持ったら誰より小さく、鳴き声も甲高くて可愛い。それがまたいいですよね。でね、YouTube の方もね、雪月花粉さんやられてるので、そちらもね、あの見てくださったらありがたいです。雪月花粉で出てくるのかな。そちらもね、あのご視聴、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。ではでは、動画見させてもらいましょう。あ、さっき写真から見ようか。じゃーん、かわいい、めっちゃかわいい、キジトラちゃんやね。確かにこれね、あの見たら、あのそんな大きい感じしないですけどね。動画の方がどうかってことですよね。かわいらしい。じゃあ動画の方見てみましょう。あ、でももうすでにでかいかも。では、見てみましょう。いきまーす。どこ見てんの？外、でかいな、でかいわ。顔の大きさがまず違う。あ、かわいい。え、なんかお外見えるとこあっていいな。うちないからね、チーピー暇そうなんですよね。え、でもこれ飛んで出ていかないですかね。仲いいんやね、一緒に。わー、ケズヤがいい。そして、ムチムチしとる。いや、ケズヤさん、ありがとうございました。素敵なね、動画撮ってくださって。確かにでかいわ。あのね、でか猫ちゃんって可愛いですよね。なんかこう、抱きしめがいがあるじゃないですか。怒るんかな、そうすると。そうなんや。なんかでも、あれなんですね。結構、臆病なんや、こんな大きいの。かわいい。今の顔か、今の顔、ほら、ほら。確かに、臆病そうな顔してるな。かわいい。はい、というわけで、雪月花粉さん、素敵な、ペットちゃん動画見せてくださってありがとうございました。YouTube の方もね、頑張って続けていってくださいね。今回ありがとうございました。また素敵な投稿お待ちしております。はい、というわけで、第66回も無事終えることができました。皆さん、投稿してくださった方々、ご視聴くださった方々、ありがとうございました。このようにですね、今回またいい例でしたね。いろんな、投稿があって、ご自分の素敵な、癒しスペースを紹介してくださったり、ペットちゃん紹介してくださったり、もちろん絵もね、紹介してくださったらいいんですけど、なんかいろんなね、悩みも打ち明けてくださったりね、素敵なエピソードを聞かせてくださったり、すごくいい機会になってるなと。なんか週一のね、ほんま何回も言うやけど、サザエさんやないけどね、あ、これで1週間終わったなって思ってもらえるような癒しの時間にしたいと思ってますので、それには皆様の協力が必要なんでね、いろいろ考えて工夫して皆さん送ってくださったらなと思います。いやー、でもほんまにあれやね、枕言葉のように暑さが続きますがとか、連日の猛暑でっていうのがね、いっぱいあって面白かったです。いや、面白いってあかんない、ほんま死ぬこともあるからね、熱中症で。ほんま気をつけなあかんなと。もううちなんかはね、もう最近はもうクーラーずーっとね、朝から晩までつけてるんですけど、それもね、体調また崩しがちになっちゃうので、いろいろね、ポキさんが言われたように、温かいね、あの白湯飲んだりなんかする、体調面も気づかんとダメですよね。胃腸も弱りやすいので、夏場は。はい、というわけでね、まあ毎日なんやろな、なんてことない日を、過ごしてるなとか思われる方もいると思うんですけど、僕なんかも思うんですよ。毎日何してこれ生きてんやろなって思うんですけど、生きてるだけで丸儲けっていうね、言葉が大好きなんですけどね。たまにね、あの僕の元にもね、今大変な思いしてるっていうコメントとかね、あの投稿いただいたりするので、あ、なんか何事もない一日を生きるってすごく貴重なんやなと。まあそれぞれの人生にね、その人の一日に優劣とかね、価値の重さとかないと思うんですけど、なんか本当に一日をただ生きるっていうことはありがたいことであり、貴重なことなんやなと思って、まあそれをね、言い訳にね、ダラダラしすぎるのも、あの自分にとっては良くないかなと思ってんねんけどね。まあ感謝の気持ちは忘れずにおこうかなと思ってます。まあいろんな思いでね、暮らされてる方がいるので、もし今辛い中におられる方もね、頑張れじゃなくてね、本当に一日をただ
生きたっていうことはね、すごく貴重なことやなということで、自分を褒めてあげてもいいと思うんですよ。生きてるってね、ほんとね、奇跡ですからね。そんな皆様に、そしてその貴重な時間を割いてこのつららんに来てくださってることをね、本当にありがたく思ってます。ありがとうございます。僕が言うとうさんくさく感じると思うんですけど、違うんです、ほんまに本心で思ってますからね。だって動画ね、見るの何十分やって言っても貴重な人生の時間だからね、それを割いてね、ここにこんなおっさんを見に来てくれてるわけですからね。ほんまになるべくね、有用な、時間を過ごしてもらえるように、楽しい時間を過ごしてもらえるようにね、動画作り頑張っていきますので、またよろしくお願いします。本当にありがとうございます、皆さん。はい、それでは本日も最後までご視聴くださった方々、投稿してくださった方々、ありがとうございました。またお越しやす、お疲れ様です。また来週会いましょう。ひょうちんママがね、もう靴が合わんでね、買ってくるやつ合わんで、靴ずれできて泣いて帰ってくるんですよ。もうね、スキューバやる時の足あるやん、ヒレみたいな、あれみたいな形してるからあかんね。足があるで、承知まんまよ。そう思うわ。これはあかん。